その前にちょっとラティナ呼んでみる。あ、でもここあれなんだ、位牌使えないんだな。最後の戦いの前になんか呼び出してくれみたいなこと言ったけど、ここじゃないのか。いやでも多分なんかフラグがあって、ここの前になんかアクション起こせると思うんだよな。そっか、なんかちょっと腑に落ちないな。まあいっか。ラスボス、まあ多分ラダゴンだと思うんだけどな。そこ、まあ、あるのかな、確認みたいなのが。これを、ここを行ったら戻れません、いいですかみたいな、そういうのがあるから、そこでラティナを思い出そうっていう、そういう感じかな。そしてこの灰と化したローデル、結構探索すんのめんどくさそうだな。馬使えたらな、この縦横無尽に行けんだけど、歩きしかないから、そこがちょっとめんどくさいな。てか、多分このでかい竜がグランサクスってことだよな。俺が戦った竜王プラキドサクスよりも、だいぶでかいけどね、これ。プラキドサクスのさ、追憶にちょっと面白い記述があってさ、時の狭間嵐の中心に座す竜王は、黄金前世のエルデの王であった。だが神は去り、王は帰還を待ち続けた。この去ってしまった神っていうのがさ、もしかしたら湘岸の女王なんじゃないかなってちょっと思ってる。俺の最初の予想だとミキラーだったんだけど、どうもミキラじゃないっぽいし、マリカもさ、マリケスと、まあ、仲いい感じだったから、まあ、おそらく違うと。そうなってくると、まあ、またちょっと消去法的な感じになっちゃうけど、この去ってしまった神っていうのが湘岸の女王。まあ、これといって確信にめいた理由はないんだけど、従いでいた使徒とか、まあ、黒炎使うから、もしかしたら、まあ、炎と竜のその関連性とかね。あと、神肌の騎手、尻尾があったり、神肌の使徒はなんか伸びるじゃないですか。あれがなんかゲルミアの火山にいた蛇とも似てて、なんかちょっと竜みたいなものを感じさせるような感じもあるし、あと黒炎は運命の死に仕えていた証なんですよ。だからマリカが来る以前、そこを支配していた神が、その湘岸の女王なんだけど、マリケスたちが来て、で、それで敗れて、運命の死を封印されてしまったと。で、まあ多分、その湘岸の女王はもうこの世にはいないんじゃないかなってちょっと思ってんだけど、もし湘岸の女王がね、その神だったとしたら、まあ若干辻褄は合うのかなと、はい、思ってます。あとなんかエルデの王っていう、まあその称号っていうか、それの意味ってのも、もしかしたら運命の死というものを支配したというか、それに仕えるものがエルデの王になれるのかっていう予想も若干、はい、しています。運命の死を勝ち取ったマリカで、それの王たるゴッドフレイがエルデの王になれた。だからまあ運命の死に仕えていたものの王がエルデの王であったっていう感じです。全然なんかまとまってないけど、ごめんなさい。湘岸の女王がな、ここに来て本当だ、何者なのかが全然わかんなくなっちゃったから、ちょっとね難しいんだけど、まあ、まだね、湘岸の女王ってもうこのテキストにすら出てきてないっていう可能性もまああるからね。この焼けた黄金樹の先に湘岸の女王っていうやつがいるのかいないのか、まあ、それを見ていくっていう旅でもあるな、今後は。あとミキラっていうね、やつの正体も、まあ、俺の中だと多分ミキラもラダゴン・マリカみたいな感じで、女性でもあり男性でもあったんじゃないかなと思ってますね。バレニアが兄さんと呼ぶ一方で、血の君主モーグは彼女を伴侶としたんですよ。まあ、これだけでもミキラがもう性別というものを超越したような、そういう存在であるっていうのがわかると思うんですけど、永遠に幼いっていうね、記述ってのも、まあ、幼い時って何なのかっていう、もしかしたらその胎児、もう性別がまだわからない状態で生まれてしまったっていうこと、男か女かもわからない状態で生まれてしまったから性別がないみたいな、両方の性質を兼ね備えてるっていう説もちょっと考えてる。で、あと聖女トリーナっていう謎めいた女性がいるのを皆さんご存知ですか？なんか前にも言った気がするけど、彼女はなんか男でもあり、あ、少女でもあり少年であるという、ここあえてね、少女と少年っていう書き方してるっていうのがね、ちょっと気になるんだよな。普通だったら女性男性って書けばいいじゃん。そこをあえて少年少女って言うってことは、もしかしたらトリーナという、まあ、女性か男性か分かんないけど、彼も、まあ、ミキラと何かしら関係ある、あるのか、それかもしくはもうイコールなのかっていう考察も、まあ僕はね、しました。お、英雄のルー、まあ、もしかしたらトリーナという女性は、まあ本当は生まれるはずだったんだけど、そのミキラみたいな感じで、まあ赤子のまま、赤子というか胎児のまま死んでしまった、まあ、すなわち、生まれなかったデミゴッドであったっていう可能性が、まあちょっとあるんですよ。マレニアの大ルーンと、生まれなき者の大ルーン、
これちょっと形似てませんか。で、これレナラの抱く琥珀の卵、この琥珀という言葉もミケラのあの剣だっけ、これミケラの騎士剣、聖女の琥珀が埋め込まれてるっていう記述もある通り、もしかしたらあのレナラが抱いてる琥珀の卵っていうのはミケラが作ったのか、もしくはトリーナという生まれなかった、まあ、その女性か男性かが琥珀の卵になったかっていう可能性がちょっとね ありますと。トリーナはなんか忽然と現れ忽然と消えていくっていうね文章もあって、まあ、もはやもう幽霊みたいなそういう存在で、しかも睡眠の属性不要もあるから、もしかしたらあの卵にかかってる生まれ直しの秘術だっけ、あれってのもトリーナが持っていた、まあ、その技であった可能性、それをあの天才ミケラが、まあ、ちょっと改良してラダゴンにプレゼントしたっていう可能性があると。一応あの琥珀の卵はね、あのラダゴンがレナラを捨ててあのマリカの王牌となったその後にレナラに送った卵だから、もしかしたらもう用済みになったレナラを口封じのために琥珀の卵を送って骨抜きにしようとしたかっていう感じかな。もう裏でね編集とか探索しながら考察するのがなんか日課になってますね僕は。当たってるかどうかはもう分かんないけど、とりあえずそういう風に考えてみるってなんかいるな。ちょっと待って、なんかいるぞ。これって、あれ？わかんねえ。誰だあれ？ここってあれだよね。ゴッドフレイと戦った場所だな。ちょっとここ来るの早くないか。どうしよう。ごめん、早いな。一回ちょっとここ、やめとくわ。でもトリーナとミケラはすごい関連性はあるんだよな、絶対に。ミケラの睡蓮、トリーナの睡蓮って、なんか特別な花が、用意されてるってことは、つまりそういうことなんだよ。なんか音が聞こえるんだけど。なんか、ガンガンみたいな。気のせい。ほら、この足音。なんだこれ、ここ開かないか。ゴーレムかな。ゴーレムっぽい音が聞こえる。うわ、ガーゴイルだ、ガーゴイル。これの、こいつの足音だったんだ。このゴンゴンって音。金仮面がいた場所はもういないか。さすがに。なんか金仮面のイベント進めたらさ、なんかね、ありそうだ、あの、この物語が紡げそうな感じはしたんだけどな。惜しい人を亡くしてしまったな。気づいたら黄金銃燃えちゃって、ね、灰が。めちゃくちゃ落ちてきて、でもここは特に被害なさそうだけど、灰が落ちてそれもろとも埋まってしまったみたいな、そういう結末になってしまったのかな、金仮面は。とりあえずガーゴイルに挑んでみますか。うわー、これ円卓、ここ入り口が円卓のはずなんだけど、入れなくなってんな。ここにあった円卓に行けば、なんかギデオンと会えそうだな。そして、猛食探石か。じゃあここで、俺の新武器、チョウガと、なんだっけ、マレーネの義手と使っていこう。はい、ワン、え、待て、きつい。ただこれどうなんだろうな。はい、なるせバフか、全く見えない。はい、さあこいつはジャンプ切りが有効だわ。はい、どうなんだろう、火力は分かんない。はい、一発しか当たってないのうぜえな。 OK、 これほんと至近距離だな、こいつ。マリケス、まあ、こいつはちょっと違うけど、マリケスとのね眷属でもあったから、やっぱ至近距離がガラキってことなのか。マリケス軍団なそれ。あー、なんかわかんないけど、あんまり食らってねレベルの暴力これ。こいつのなんかムーブ焦したのも。はい、やばい、はい、お、かわした、ブーン、ブーン、なんだ、やべえ、爆弾、ふぅ、怖、はい、こいつなんか変なとこ攻撃してんな。はい、ジャンプギリ、ちょっとあれ使えて、水長ランブ、あ、やべえ、水長ランブ使えてんだけどさ、許せない、許されない、これ、やばい、はい、かわす、2発、 OK、 ここで決めるか、水長ランプ、すずすず、つえ、え、あれ、俺待って、どうやって使うんだっけこれ、やばい、危ねえ、一回かいく、一回かいく、水長ランプこんなもんじゃねえだろお前。 OK、 あれこれ発生するよね、これずっとあの戦技のところを連打したんだけど、何のあれ、ソウル、ソウルとか、あれルーン入ってなくねこれ。まあ、いっか。
雑魚だったし。水中乱舞2発目派生するよな。なんで今発動しなかったんだろう。あれ、え、コリンじゃん。あれ、金仮面は、oh. あなたでしたか。ようやく気づいたのですよ。先生はただの狂人でした。傲慢な古代妄想を信じ込み、黄金律の完全を否定し、独りよがりな完全をなそうとする信仰破綻者だった。なんと滑稽なことでしょう。いや、金仮面はそんなバカじゃない。見てください、あれほどに探求した完全があのように燃えているんですよ。まあ俺が燃やしたんだけど俺が僕が燃やしたんですけどね。あはははと壊れちゃったな。え、ちょっと金仮面どこ行ったか教えてくんね。絶対なんか狙いがあるんだって。まあコリンは多分ね、その黄金律をもう信じすぎてて、まあいわば盲目的な感じの信者だったんですよ。ただ金仮面は、まあ頭が良すぎるがゆえに、まあ黄金律は完全ではないということに気づいたから、ああやってなんか普通の信者から見たら、まあなんか狂人めいた行動をしてたと。まあ雑魚には分かんねえよな、啓蒙の深さってのが。なあ金仮面よ、お前もちょっと俺の前に姿を現せ。俺はお前の理解者だ。でもあそこにコリンがいたってことは、この先に金仮面がいるということなのか。俺的に金仮面エンディング割とありだと思うんだけどな。この世界の真実を知るという意味を込めたね。さあ行くか。あそこに待っているのは誰だ。俺の刀両刀でぶっ殺してやるよ。ああやはりギデオン。エルデンリングにまみえ、エルデンの王になるのだな。しかし残念だ、その意志は良い。だが達せられるべきではないのだ。どうしたお前。女王マリカ、私たちに望んでいるのだ。ずっとあがき続けることをね。なるほど、そうか。お前も俺に歯向かうか。なんだそれはお前死の力か。それ、うわ、めっちゃ燃えてる。やろうかギデオン。ただめっちゃ強そうだなこいつ。なんだあれ、あれラダゴンの降臨じゃないのあれ。わかんねえ、なんだろ。やば、お前血の力も持ってんの。やべえ、全部なんでも持ってんじゃないこいつ。ほら魔術も放てる、強っ。しかも赤いふわ、やばやばいぞこいつ。なんかやべえやつに目つけられたな。ここでギデオンか。となれば俺も本気でいかなきゃいけないようだな。俺は新しい武器を作ったぞ、ギデオン・フニル、エレオ・オノーラのナギナタ。そう、ナギナタか。出血属性がついてる、でそして炎属性もついた両刃剣ですね。一応模色で作れるってことで、まあ簡単だったんで作ってみました。これでちょっと挑んでみますか。どっちが強いんだろうな、あのツインブレードとこっちは。それもその確認も込めてこれ使っていきましょう。あれ結構強くねこれ。なんか2回出したぞあいつ。であの魔術は当たったら結構まずい。はい、これやばいよ。かわす、いい魔術だ。はい、やらせません。ここか。なんかこいつ変な声しない。終われ、やべ腐る。 OK、 でこの腐敗が解けたらお前の潮時と。はい、お疲れ。私は知っているぞ、汗人は王とはなれぬ、たとえ君であっても。そうか、まあ俺は魔王になるんだけどな。人は神を殺せるのだ。百地の王爵兜とか、百地一式だね。人は王にはなれぬか。なんかね、この狭間の地では汗人を歓迎していないっていうね、文言があるんですよね。これね、導きの先ではあらゆるものが敵となる、僧兵も魔術師も古竜の騎士も黄金の末裔も覚えておけ、狭間は汗人を歓迎していない。結構序盤に手に入る、まあ、魔術ではあるんだけど、祈祷か。黄金の末裔ですらこの狭間は歓迎してないと。これ結構気になってたんだよな。マリカは何が狙いで
俺たちアセビトに祝福をもたらしたんだろうか。アセビトに祝福をもたらしたのはマリカの意思ではないのかな。なんか日本指というか大いなる意思というものが勝手に祝福をアセビトにもたらしたんだけど、マリカはそれを否定しようとしてると、そういう見方もまあできますよね。ギデオン結構最初強と思ったけど、なんか両陣形二刀流にした瞬間に雑魚になったな。やっぱ慣れてる武器だからやりやすいのか、ただ単純に一発目はちょっと面食らっただけなのかわかんないけど、ただなんか戦い方はかっこいいな。全てを知った彼だからこそできたまあ技ですよね。なんか割ともうクルイビの教えって合ってるんじゃないかなと思うんだよなこんなもう混沌とした黄金銃、 もはやクルイビよりも混沌としてんじゃないかな、この黄金銃って。あ、あった、百地の王爵、弾を掴み取る手をかたどった王爵、百地教ギデオン・オフニールの獲物、その弾は世界であり宇宙であり瞳であり、知ることの終わりなきを示している。それでも百地教は手を伸ばすのだ。もうこの世界だけじゃなくて宇宙の謎をも解き明かそうとしたその証ってことか。これは僕の完全ななんか妄想なんですけど、もしかしたらこのファルムアズラ、クズレイクファルムアズラっていうのが本来この狭間の地で訪れようとしてた運命なんじゃないかなって思ってたんですよね。それが黄金樹が飛来してきて、この黄金樹がこの狭間の地の崩壊を防いでいた、まあ、それを裏付ける証拠として、これだ、なんか望遠鏡みたいなやつ。黄金樹の時代カーリアの星見はされていた。夜空にあった運命は黄金の蜜に縛られていた。夜空ってことはまあ空を支配していたのかな、黄金樹は。だからまあファルムアズラみたいに、まあなんか隕石かなんかがここに飛来してくると、その運命を変えたのがこの黄金樹だった。ただその黄金樹の力ってのも次第にまあ弱くなっていって、まあラニーとかはね、もうこの狭間の地には未来がないということで、夜の空の率を目指していた。まあ、ファルムアズラがあんなだけ崩れてるのは多分隕石の影響なんじゃないかなとちょっと思ってるんですよね。空から降る遺跡の残骸、その砕けなかった欠片を鍛えた武器。空から降る遺跡か、これファルムアズラってことなのかな。ラダーンもさ、なんか隕石を食い止めていたみたいな話あったじゃないですか。もしかしたらラダーンがその崩れゆくこの狭間の運命を握っていたのかもしれないな。まあなんか話がまとまってないし、ちょっとね飛躍しすぎな感もなりませんが、まあ、黄金の律っていうのは星の運命をまあ変えさせないために生まれた存在だからこそ、黄金律原理主義はあれだっけ、不益に修練するだっけ、変わらないものとして修練していく、その様をまあ再現したかったのかなみたいな、そういう考察をしてみました。さあルーンを砕いて強化しますか。一応ね、神秘を20にすると、あの、なんだっけ、死残結が使えるから、それもちょっと使っていきたいんだよな。生まれ直ししよっかな。生命力なんかこんなにいらない気がするんだけど、どうなんだろう。あとごめん、あの、兜も見てなかったわ。無数の目と耳が散りばめられた兜。本当だ。耳がある。肝。血とは、自らの無知を知ることであり、知ることの終わりなきを知ることである。だが、女王マリカの意志に触れたとき、ギデオンは恐れてしまった。あるはずのない終わりを。え、何なんすかそれ。やっぱ大いなる意志ってマリカの意志ということなのかな。俺がさ一番気になってるまあテキストがさ、エルデの流星のさ、かつて大いなる意志は黄金の流星とともに一匹の獣を狭間に送り、それがエルデンリングになったという、これめちゃくちゃ謎なんだよな。え、霊体だ。帰還じゃ、待ちわびた王の帰還じゃ。最初の王がもう一度エルデンリングを掲げるんでしょ。最初の王、ゴッドフレイか。この先にゴッドフレイがいるってことですか。いや、ホーラルーがいるんですか。なんか獣はさ、あの文明を恐れていたみたいな、知性を得た獣たちは感じていたのだろう。文明がやがて野生を失わせることを。まあ、黄金樹以前の巨人とか、まあ、古竜とかの前よりも、この知性を持っていた獣が、いたのかな。今後なんか獣という文言がキーになってくるような気はするな。獣がエルデンリングになったんでしょう。絶対大事でしょ、獣。俺は最初はあのソ連の民のことを獣だと思ったんだけど、それとはちょっと違うっぽいよな。さあここは女王の間だっけ。黄金樹の回復。古い黄金樹の祈祷の一つ。かつて黄金樹は豊穣だった。そしてそれは
束の間であった。すべての生命と同じ。まあ、これも見たことあるな。これと同じだ。黄金樹の恵み。難しいですね、本当に。なんか、現社の黄金樹と今の黄金樹はちょっと違うっぽいんだよな。かつては豊穣であったっていうのは、まあ、黄金樹の前世で、なんか黄金樹はもう生命に等しかったっていうのもあったから、もしかしたらこう栄えていって文明っていうのがこう生まれてきて、それが衰退の始まりだったっていうのを暗示してるのか。そしてこれ来るな、モーゴットのところにいるやつ、あれがゴッドフレイか。ちょっと死残結が最終強化してみるか。ヒューグさん、よろしくお願いします。もしあそこにまあなんか強力なボスがいても、俺はこの刀二刀流で迎えると。なんか俺の予想だけど、このまま両陣形二刀流でいったらかなり味気のないボスになってしまうような気がするから。でこの両剣のステップも外そっか。ちょっとまあ一種の縛りプレイっぽくなっちゃうけど、この死残結果とマレニアの義手刀のこの二大勢力で、まあ、ちょっと行こうかなと。イナワ州は彼らを捨てた死を追い続けた。尋常に切り結び、死残結果に死すため。そうだ、俺は尋常に切り結ぶ。この死残結果とマレニアの義手刀を用いて行こうか。この先に待ち受ける輩を切っていく。血で満たしてやるよ。はい、ムービーです。これは、お、あれセローシュじゃない、セローシュ違うかな。うわ、セローシュだ。え、こういう感じ。久しぶりかったな、モーゴット。うわ、モーゴット、ゴッドフレイでしょこれ。うわ、なんか血管が見える。そしてこれがセローシュか。霊体なんだね。よくぞ戦い抜いた。Tarnished warrior.Spurned by the grace of gold. 黄金に祝される戦士。なんか肌、ちゃんとしたなんか肌を見たの久しぶりだな。確かにここにある。燃えていますがね。まあ燃やしたのは僕なんですけど。Alas.だが私は帰ってきた。ゴッドフレイも汗人じゃないのか。再びそれにまみえると。斧が折れてるね。斧はゴッドフレイの象徴だからな。おっと、来た。ゴッドフリーゴッドフリーっつったよ今。フレイではないんだ。最初のエーデンの王として。多分ね、二段階目はあの獣が退いてホーラルートになるんでしょ。俺は知ってるぞ。はい、にちょっと動きみたいな、そんななんか変な動きはしなさそう。ああ、はい、ここ、はい、あれ火か、あの赤いやつは。やばい、普通にやばい。 OK、 はい、かわせない。あい、やばい、ちょっと待って、一回逃げよう。やばい、うぅ、強っ。アセビトよ、良い戦いであった。いや待て待て、まだ終わってねえぞ俺らの戦いは。おかしいおかしい。やっぱ刀の戦いだったら難しいな。なんかジャンプ切りした方がいいのか、その場で切った方がいいのか、難しいわ。まあ良い、ここはちょっと辛抱だな。俺は両陣剣は使わないぞ、ゴッドフレイ。俺はお前に、お前を舐めてる。うん。俺はお前を舐めてます。舐めプしてます。これは攻撃のタイミング分かんねえな、隙が分かんねえな。ワンツーないんだ。ああ、はいはい、5、ここね。 OK、 はい、それ知ってるよ。あれでしょ、お前ルツボのあれだもんな、従えてるもんな。
あ、なんか来る。難しいな。その斧はお前にとって足かせなんじゃないか。グーン。はい、ここ。そんな範囲広いのこれ。やばいやばい。範囲の広さが尋常じゃねえ。もう一回来る。逃げよう。一回逃げて。ちょっとあの波動どうすんだろうな。長っ。はい。いや、早っ。あぶね。強いな。ただ、いいボスだぞ、これは。うん。はい。はい、ここ。逃げれない。なんか攻撃しちゃった、俺。はい。はい。ここ。はい。まずい。これが一番やばい。はい。OK。結構早めなんだよな、こいつ。意外と、ん？何？何それ？あれ、強化したな。うわっ！え？ちょっとで、お前、なんか、規格外すぎないか？攻撃全部が。はい。ワン、ツー、ここ。いいよ。イエーあー強すぎる。はい。はい。ここで、かわせる。ちょっと分かってきた。はい。はい。それ分かんねえな。月が早い。斧で月ってなんだよ。回復。はい。来る？来ないか。あー、それ回転じゃないのか。難しいな。パターンが多いぞ、こいつ攻撃が。ここ。これチャンス。OK。なるほどね。回転からの波動があるんだ。ここだな。え？二段階目いった。体力全部消さなくていいのか。多分これセロシ消えるぞ。こいつがいなければね、こいつのゴッドフレイの本当の力が見れるからな。と思ったけど、違うのか。もう良い。手でか。ずっと世話かけたな。セロシ。セロフ。セロフって言ったよね。うわ、もしかして、次の力これ。違うかな。これ次の力じゃないの？ゴドリック見てるか？お前の先祖も次に力を見出したぞ。爪だ。ただこれが多分本来のゴッドフレイの姿なんだよ。これが。やば。血まみれじゃん。I've given the 行儀の良い振りはもうやめだ。うわ、怪物だよもう。これが初代の王か。え、今より俺ホーラル。声ちっちゃくね。え、何これ、声ちっちゃくね、何これ。え、声ちっちゃいんだけど、何これ、バグじゃないの。はい、かわいい、万歳。万歳してる。やば。怖い。はい。ああ、なんだあれ。あれ、離れたらダメだな。やば。ああ、きつい。うわ、地球投げ。なんだこれ。力こそ、王のゆえよ。え、なにこれ？マジで言ってんの？やばいやつ、手出してしまったな。ああなっちゃうのか、ホーラルーよ。バンチの王だよ、バンチの王。ここでホーラルーか。まあ、挑んでみよう。猟犬ステップと猟人犬には甘えない。これはナメプです、本当に。何回も言いますが、このエルデンリングを楽しむために俺は、あえてナメプをする。まず第一形態で結構食らっちゃってるからな。はい。
早い。はい、ここ。はい、待機つけ。いいよ。お、うまい。けど後の攻撃は絶対食らっちゃうな。それなんかディレイあんのずるくない？ちょっとディレイあんのずるいよね。はい、この後ね来るんだよな、これ。あー、はい、あれかわしたいな。はい、月来るよ。うわ、来るのに分かってたのに。6回攻撃かな。めちゃくちゃ攻撃する。あー、後ろダメ、後ろダメなんだよ。 OK、 はいはい、でこう、お、足踏みしてこないか。これなんだっけ、待って、忘れちゃった。あー、力ダメか。あれもなんか近づいてさ殴っていくのどう？ダメかな。怖っ、怖い。はいはいはい、ここか。うん、突き、ここ。はい、もう一回ないか。うん、見えたのに反応が一個遅れるとダメだ。で、あー、来るよね。はい、でジャンプ切り、2、3、4、5、ここ、派生するのか分かんない。3、4、はい、2、3、あー、ディレイ、くそ、対応できてね。よし、はい、ここ、 OK。 中距離でさ移動するとこいつなら絶対足踏みしてくるから、そこが分かりやすくていいよね。はい、こいつやばい、こいつほんと規格外すぎる、普通じゃねえ。いやー、またやっちゃった。これ死ぬ？死なないか、さすがにね。いや、こいつやばい、超人。いやー、マジか、回復間に合わねえ、回復する暇がねえぞこいつ、常に攻撃してるわ。速いし足も。ちょっとこれ困ったな、霊薬の配合どうしようかな。別に変えなくてもいいか。HP には困ってないんだけど、回復には困ってないんだけどさ、回復使い切る前に死んじゃうからね。それよりもやっぱ2段階目にそこまで対応できてないってのがあるな。1段階目はなんとなく、まだなんとなくだけど理解してきてはいるから、それを信じていこう。あれ、こいつらが後ろ取るとさ結構好きなんだよ。はいはい、かわせる。そんな攻撃あったっけ。はい、後ろだ、後ろ。さあ近づいて後ろを取る、こう。ローリング間に合わない、ここね。なんとなく理解してきてはいると思ったんだけどね。 OK、 間に合う。え、何今の動き、ここ。ほら、後ろめっちゃなんか隙あるこいつ。ずる、ガブ飲み。ちょっとこれ飲むわ、これ。なんだっけ、霊薬。後ろめっちゃ隙あるねこれ。はい、ほら、やべえ、1段階目は若干理解しつつある。ケツに回るという、ここね。いやー、もう一回捕まるとこうなる。お、あ、出たこれ。
これがちょっとずるいんだよな。オッケー。何それ、わかんねえ。こいつもひたすらダッシュでさ、逃げるんじゃない。ほら、逃げる逃げる、ダッシュで逃げて、あ、掴まれた。ディレイあるな、あのダッシュつかみ。理解したい、それ理解して。はい、回復。回避してるとダメなんだよな、きつい。あ、食らってない。 OK、 はい、ここ OK。 それは何だ、それこれなんだ、これ何なんだ。もう基本的に分かんない、基本的に分かんない。また捕まれた。これ死ぬな多分。あ、全然食らってねえわ。ディレイ分かんねえな、あれ。 OK、 ドーン。あー、かわせない。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。お前なんかムーブ変わってないか。ここ、はい、ここ、はいはい、これまずいです。逃げて逃げて逃げて、オッケー、逃げれた。ちょっと間があったらもうドシンってくると思った方がいい。あー、当たる。よし、ドン。ないか、ドンが分かんない。ああ、また回復間に合わねえ。くそ、これで勝っても嬉しくねえぞ俺、正直。ここ OK、 カースター。くそ、今の捕まえたら死んだな。あ、もうマジか。 OK、 さあダッシュで、ダッシュゲーミング。あぶね。はい、これダッシュゲーミング。ここ、ここ OK。 さあこれで終わるぞ、お前。見せるか俺の戦技。ダンクマジかよ。ここで最後の切り札か。見せてきたね、ホーラル。いや、楽しいわ。こいつは楽しいぞ。なんかマレニアみたいな、なんかもう、やられたら終了みたいな、あの技がないから、ただちょっと攻撃範囲広すぎて、うん?ってなるときあるけど、ちょっとね、こうチクってくるときあるけど、まあ、あれはローリングでかわせるから、まあ、甘んじて受け入れようか。さあ、1段階目はもう、後ろに回る、ローリングでひたすら。はい。はい。あ、違うな。なんか。はい。後ろ回る。ここ。いいよ。はい。後ろ回る。これ。ほら。すげえ。すげえやりやすい。で、ここ。で、ドシンってやって、これ逃げる。逃げれません。これか、やっぱローリングかな、これ。ごめん。OK、かわせる。これ2本。ちょっと待って、かわせません。はい、ここ。ちょっとこれあれだな、なんか両手持ちじゃない方が隙が少ないからいい気がしてきた。これは、あ、これやばい。はい、かわせる。で、これ攻撃チャンス。いいよ、止血 OK。 あー、ご了承いけない。かわそう。はい、かわせる。2で、好き。はい、勝った。OK。1段階目はいけるな。さあ、2段階目ですよ、問題は。はい、ここ。OK。これ逃げろ。で、霊薬飲んで、で、回復もする。ミスった。あ、これダンクだ。これなんぼ?6割ぐらい、4割ぐらいか。
ダッシュゲーミング。オッケー、これね。ドシーン。オッケー、かわした。あー、そこ2回目あったか。これ攻撃チャンスだな、意外と。はい、かわする。あ、くそ。もう食らうしかない。食らうしか方向なかった、今のは。かわするよ、ほら。ね、その、無駄な動き。あー、最悪。はい。ダッシュか。ダッシュだ。よし、OK。はい。なんだか、今の。ここ。OK。お、かわせる。いいよ。待ってるよ。見えてる。ここ。よし、勝った。よっしゃーい。アスビトよ。その力こそ、王のゆえよ。ホーラルーの追憶。よっしゃー。いや、いいボスだったな、ホーラルー。しかも、やっぱ戦士、戦士、もう戦士の誉れだよな。自らの肉体のみで戦い抜く。お前こそが戦士だったよ。そして30万ルーン。なかなか、いいんじゃないですか。いやー、いいね。刀で倒せてよかったわ。両刃剣だったら、どうなってたのか、ちょっと気になるけど。刀二刀流で倒せたってことは、まあ、両刃剣でも倒せるっていうことだと俺は思いたい。はい。まあ、出血の分もね、両刃剣は部があるから、もしかしたらワンチャンね、もっと早く、もっと簡単に倒せたかも。知れません。はい。これ、強がりです、僕の。そして、神秘上げるとすごいな、死残血が。神秘 D か。ただ、そうなると、マレニアの義手といらなくなってくるな。もう、血の蝶がとさ、死残血がで、ダブル神秘にした方がいいんじゃないか。まあ、神秘にガンブリしていきましょう。はい。で、あとは